はい、どうも皆様こんにちは、新谷でございます。今回また久々にですね、ハードオフでジャンク品を買っていたわけでございます。はい、何を買ってきたというかとですね、こちらでございます。はい、パナソニックの、ソーラーパネルとバッテリーがなんか一緒になっているポータブル LED ライト、BG-BL01G っていうものでございます。はい、これ 見た感じね、これソーラーパネルと、まあ、裏にね、この裏か表か分かんないけど、この LED が3つついてて、ここにまあ電池が入るっていう形なんですけども、まあ、価格がですね、540円ですけども、増税前なので、525円で買ってまいりました。はい、でもこれね、すでにハードオフの値札がもう増税後の 8% 消費税の価格に全部張り替えられてますけども、まあまた3月現在は 5% で買うことができましたということです。じゃあ何ができんのっていう話なんですけど、1台、これ1台で発電と蓄電と給電が行えるということなんです。はい、まあもう一回詳しく見ていきますとですね、まあ、こっちがさっき言ったように、まあ、ソーラーパネルです。で、この側面に参りますとですね、ここになんかあるんですよね。DC アウトって書いてあるんですけど、こうパカッて開くとね、はい、USB 端子があるんですよね。はい、USB の、給電ができますということなんですね。はい、なかなかいいじゃないですか。しまんない。はい。で、この下側にですね、DC インっていうのがあるんですけど、こちらはですね、はい、マイクロ USB 端子でございまして、パソコンとかに、接続して、充電ができますよと。いうことです。はい、ソーラーでも充電ができますし、このこっからね、差し込んで給電もできますよっていう話なんですね。はい。で、まあ下にここにね、カメラの三脚の穴が入るやつがあるんですよ。はい。なんでデジカメのね、デジカメに限らず、その例えば100均とかで売っている足の曲がるやつとかをね、ここに使ったらこう自由な角度でね、設置することができるということなんですね。なかなかいいですね、これも。で、こちらに参りまして、ここ、電源ボタンがありまして、これをね、押し込むと多分 LED が光るんだと思われます。はい、ちょっと押しにくいですけどね、これはレビューとか見てると結構押しにくいっていうことがあったりします。はい、で上にはこの引っ掛けのね、フックがあります。これなんか付属品とかなんかあったのかな、よくわかんないですけどね。これと本体だけしか売ってなかったので何とも言えないですけどもね。はい、でこの下、ここを開けるとですね、パカッと、はい、単三電池が2本入るようになっております。もともとはですね、これ付属品でエネループが、パナソニックのエネループが付属していて、まあ、いわゆる充電池ですよね。はい、でここにはめ込んですることによって、まあ、それがバッテリーの代わりになって、このソーラーで充電した時とか、その USB で充電した時とかに、エネループに充電されるということなんですね。はい、今回ついてませんエネループがついてないんですね。ですから LED も今つかないということなんです。外ね、ザクッと紹介しましたけども、で LED じゃなくてエネループなかったら意味ないじゃんって話なんですけどもね。エネループ私持ってません、正直言って。買ってもいませんし、持ってもいません。じゃあどうするのかっていうことなんですけども、充電式ニッケル水素電池、ボルケンちょっと読み方わかんないんですけど、これ100円ショップセリアで、売っている充電池でございます。はい、これ1本で105円です。で2本私あります。で充電器もね、 1個充電器だけで、105円で売ってるんですけども、そちらの充電器を紛失してしまいまして、用途がないままほったらかしになってたんですけどもね、これを使ってみたいと思います。エネループじゃないですけどね。はい、なんでちゃんと動作するかどうかもわかんないし、この本体壊してしまう可能性もありますので、くれぐれもエネループ以外の充電池使われる方はですね、自己責任でお願いいたします。はい、入れてみましょうか。多分ね、充電ないと思います。されてないと思うんですけどね。入れてみましょう。よいしょっと、はい、入りましたよ。ポチッと。まあないわなそれないわな。電池は入っておりません。どうしたら充電できるのかな、使い方がよくわかんないんですけどね。あすいません、さっきエネループって言いましたけど、これパナソニックさん、エボルタですね。すみませんね、間違えましたわ。エネループまた別の会社だ、あれエボルタですね。エボルタが付属で入っております。本当はね、
ウボルトを使うことによって充電池として使うことができるんですけども、まあ、今回入ってなかったので100均のやつを使うということです。ちなみにですね、ソーラーで充電するとなると、いや、まあ、エボルタの場合の話なんですけども、15時間当て続けないといけないということで、結構ちょっと長い、1日ではできないっていうのと、あと USB 充電でも7時間かかると、結構かかるなっていう。で、動作なんですけども、この LED をつけた時は、これ強いのと弱いのとあるらしいですね、LED の明るさが。で、強い状態だと約10時間ぐらい持つと。で、弱い状態だと60時間、やっぱそこは LED ですねっていうとこですね。はい、まあ、一応防水にもなっているということです。で、 USB 出力は、500mAh は 5V ということで、まあ、1時間20分ぐらいの給電が可能ということなんですけども、なんでスマートフォンとかに給電するのはちょっと難しいかなっていう、すぐバッテリーなくなっちゃうっていう話ですね。で、充電したいんですけども、ここ当てりゃいいかな、こうやって。そういうんじゃない。ちょっとじゃあ、USB で充電してみましょうか。はい、マイクロ USB 端子でございます。これでね、充電してみましょうかね。一回挿してみましょう。よいしょっと。あ、これはどういう、何を表してんだこれは。あのね、これ給電開始するとね、これランプがつくんですよ。この DC って書いてある側にね、ランプがつくんですよね。最初赤だったんですけど、今なんかオレンジの点滅してるんですけど、これ何、これどういう、どういう状態なんでしょうか。上のなんか光る端子はソーラー充電用らしくて、赤く点灯すると。下は USB および出力時のモニターで、今 USB で給電してる時とか、あと、あのでかい USB の方で出力してる時とかの、充電のモニターとなっておりますということなんですけども、色がよくわかんねえんだ。オレンジの点滅1秒機、これ今1秒機ですね、充電中、約 20%、 あ、なるほど。ですね、初回、バッテリーが少ない時に充電すると、このオレンジでね、1秒機に点滅するということですね。で、 80% 以上バッテリーが充電されると、緑の点滅になるということです。はい、でそれがね、その緑の点滅が消灯したら、充電が完了したということの表示ということですね。これ試しに今 LED つけてみましょうかね。ちょっと画面が見にくくなるかもしれませんけどね、ポチッと一回押すとこんな感じですよ。でもカメラ越しなんでね、ちょっと伝わりにくいと思いますけど、まあ電気消しましょうか。よ、まあこんな感じですよね。モニターが明るいんだな。よ、まあ、こんな感じですね。なんかギプソンのこの箱を映してみましょう。まあ、こんな感じですよ。まあ、結構弱くても、常夜灯みたいな感じで明るさですね。で、もう一回押すとですね、明るくなるんですよ。すんごい明るい、これ。ああ、明るいわ。ああ、これはいいですね。はい、明るいです。で、もう一回押すと、これ消灯すると。こうふわっと消えるのがいいんですよね。で、このオレンジがね、点滅したまんまなんですけど、ちょっと電気つけましょう。これ押すと、お、見えねえな。押すと、よ、消えるんですよ。で、点灯に変わるということなんですね。なんで、この、DC のこの出力のモニターの、この LED もですね、まあ、つけたまんまにしとくこともできるとかいうことでございますと。まあ、とりあえずね、また私、今からちょっと出かけなきゃいけないんですけども、とりあえずこのまま、コンセントの中の、USB 出力の切り替えのやつありますよね。あれで充電しようかな。どこ行ったっけ。あれで一回充電シッパーで、ほっとこうと思います。まあ動作チェック今した通り LED ちゃんとつきましたので、まあ問題ないかなっていうとこですね。はい。まあ、バッテリーがね、ちょっとこの100均のこれで、あ、蓋を開けるとなんか点滅するの。ただ電池が外れただけでしたね。はい。蓋開けた時に電池が外れたっていうだけですね。ちなみになんかね、2秒以上この電源ボタンを押すとですね、なんか緊急時の光の仕方するとかいう話。ポチ。あ、これ一瞬ファッって、ファッって光る。眩しい。なるほど。で、もう一回に1秒ほど押すと、
戻るということですね。あの本当に非常時とかにはあのおすすめですね、はい、ソーラーでも充電できますけども、まあ、時間はかかるということですけども、どうしても、ね、電池が供給する、ね、ところがないとかいう時には本当にまあちょっとした時に役に立つと。でちょっとした時にこの出力も役に立つかなっていうぐらいですね、はい、ということでございます、はい、ちょっと長くなってしまいましたけどね、今回パナソニックの BG-BL01 というねソーラーバッテリー、モバイルバッテリー的なやつのご紹介でございました、はい。まあ、ちょくちょくね、こう使用してのレビューとかもしていきたいなというふうに思っておりますけども、まあ、初回はこんな感じで紹介を終了したいと思います。お疲れ様でございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。